競馬の藤田七子騎手が結婚することが分かった。所属事務所によると、お相手は29歳の JRA 日本中央競馬会職員で、共通の知人を交えての食事の席で知り合い、2023年秋から交際がスタートしたという。結婚届の提出は良き日を選んでこれから決めるとしている。結婚後も現役を続ける予定。藤田は、 自身の SNS でも結婚を報告。この度 JRA 職員の方と結婚することになりました。彼とは昨年秋ごろからお付き合いさせていただき、彼の穏やかな優しい性格にじゃ、非、彼、人間としても成長させてくれる人です。今後も現役を続けますし、より一層競馬に精進してまいります。引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします。